参ります。1971年11月8日生まれの58歳というチャットロックオンジム、ベテランのファイターが入ってまいりました。赤コーナーより皆川優也選手の入場です。赤コーナーからはジャパンキックフェザー級の2位にランクされています皆川優也です。本日はダブルメインイベントを含む9試合が本戦では予定されていて、これから本日の第5試合が行われます。すでに青コーナーのチャットロックオンジムはベンチ、リングに入ってきています。これから赤コーナーの皆川優也が登場してまいります。現在ジャパンキックのフェザー級の2位にランクされている皆川優也、こちらは1997年4月11日生まれの26歳です。前回の一戦は今年の5月に韓国のユン・ソンと戦って3対0の判定勝利、連勝を狙う戦いになります。赤コーナーから皆川優也が入ってまいりました。試合といたしまして、赤コーナー皆川優也選手が本日の第5試合です。日体国際戦フェザー級3分3ラウンドの一戦です。51歳ベテランのタイの日体ファイター、そして日本のジャパンキックフェザー級2位の皆川の一戦です。アロコジャパンキックフェザー級2位キックボックス事務所皆川優也、ジャパンキックフェザー級2位にランクされている皆川優也です。青コーナー元ルンピニスタジオ認定第9位チャットオックロクンジー、そしてこちらは元タイのルンピニスタジアムの認定ミニフライ級の7位にランクされた経験を持っているチャットロックオンジムです。この試合も解説は緑川つくるさんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。51歳のチャットロックオンジムと26歳の皆川優也の一戦ということになります。半分ですね。そうなんですよね年で言うと半分そんな試合することあるんですね四半世紀違うということになりますけれどもそして身長差も170センチの皆川とチャットロックオンジムが157センチ、かなり身長差はある両選手の対戦です。チャット選手は動けるどうなんですかね。そうですね。今警戒ですけど、そのあたりをしっかりと見ていきたいと思います。ただ強烈なロキックを出してきました。さすがにルンピリーで、まあ戦歴を重ねてきたという経験を持っているチャットです。僕ちょっと皆川とも練習したことがあるので、あ、そうですか、はい、バランスがとてもいい選手ですよね。ここもしっかりと距離を取っていこうというところですが、身長差がこれだけあるっていう部分での戦い方はどうですか。そうですね、まあ皆川の方が身長でかいので、うまくその遠くから距離を当てられれば
皆川の方が有利かなとは思うんですけど、13センチほど皆川の方が上回っていると。そんなでかいんです。そうですね、でも近い距離のやっぱ技術っていうのは、ね、あーとここはビリック確かにありますね。その辺りでやはりこの打撃の強さも持っているチャットロックオンジム、ここは体を預けて相手を倒していきました。確かに倒されると立ち上がるのにもこれやはり体力も使いますね。そうですね、でやっぱ、背中から落ちてくるので、しかも相手の体重が乗ってたら余計に力入って疲れちゃうんですよ。ロキックの打ち合い、ここは2発つなげていきました皆川。パチャット選手もあのローをカットしないとだんだん効いてきちゃうと思うので、まあ、117センチのチャットですから長身の選手との戦いももしかしたら慣れている可能性も十分ありますよね。そうですね、やっぱ身長ちっちゃくてやっぱこうなんかムキムキの選手っていうのは、やっぱ背がでかい選手とやることが多いと思うので、あーっとここは膝、左膝が突き刺さりました。悶絶の表情を浮かべているチャットロックオンジム、ちょっとこれは立てないか、立てません。第1ラウンド相手を倒していきました皆川。ちょうどいい、やっぱ身長差があるので、膝がやっぱ一番当たりやすい、ちょうどいい角度で入りました、入ったんですかね。まあ確かにいい角度で左膝が入っていきました。まあボディも入ってたんですね。そうですね、その前のボディでだいぶ効いてたかもしれないですね、ボディそれから膝というところで少しダメージが蓄積した中での戦いということになったかもしれません。ただそのあたりでボディをしっかり狙っていくという冷静な戦い方が皆川はこうできましたね。そうですね、それがやっぱ勝因にもつながったと思いますし、やっぱ倒せたことにつながったんじゃないですかね。まだ第1ラウンド20秒ほど残したところという中で、あの皆川の足も数発しか蹴られてないのにあんだけ赤いんで、そうですね、やっぱその体重の蹴り、爪の硬さっていうものを思い知らされてます、やはり51歳といってもその打撃の力っていうのはまだまだ秘めたものがあるというところですね。さあ第5ラウンド日体国際戦フェザー級3分3ラウンドの一戦が行われました。皆川優也対チャットロックオンジムの一戦は第1ラウンド皆川が KO で勝利をものにしています。